寝ながら聞ける。建築士独学道場です。通勤時間、通学時間、睡眠前など、寝ながらでも聞けます。受験生の貴重な時間を有効活用してください。正しい説問の文章をひたすら読み続けます。今回は、令和3年、二級建築士学科本試験、学科2、建築法規。問1から問11です。なお、 図形式の問題は省略していますさあ始めます問い1用語に関して1学校の教室は居室である2建築物を同一敷地内に移転することは建築である 3養蜂連携型認定こども園の用途に供する建築物は特殊建築物である5ドレンチャーは防火設備である問いに次の行為のうち建築基準法上全国どの場所においても 確認済み証の交付を受ける必要があるものはどれか1鉄骨造平屋建て延べ面積300平米の診療所患者の収容施設を有しないものの大規模の模様替え問3建築基準法上に関して一 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上防火上または衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物を除くの所有者所有者と管理者が異なる場合においては管理者は当該建築物の敷地構造及び建築設備について定期に 1>, 1級建築士もしくは2級建築士または建築物調査員にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告しなければならない3指定確認検査機関が確認済み証の交付をした建築物の計画について特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認めその旨を 建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済み証はその効力を失う。4、災害があった場合において、公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後、3ヶ月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、 原則として、その超えることとなる日の前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。5. 建築主は、床面積の合計が10平米を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 問4木造2階建て、延べ面積180平米の長屋の計画に関して1建築材料にはクロルピリホスを添加しなかった2カッの外壁を小屋裏または天井裏に達するものとしなかったので遮音性能については 天井の構造を天井に必要とされる技術的基準に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとした3今の天井の高さを2 3メートルとし便所の天井の高さを2 0メートルとした4 階段の片側にのみ幅 12cm の手すりを設けたので階段の幅は 77cm とした問い5建築設備に関して1水洗便所には最高および換気のため直接外気に接する窓を設けまたは これに代わる設備をしなければならない。2建築物に設ける排水のための配管設備の末端は公共下水道都市下水路その他の排水施設に排水場を有効に連結しなければならない。3建築物換気設備を設けるべき調理室等を除く。 に設ける自然換気設備の吸気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に解放された構造としなければならない。4、住宅の浴室、常時解放された開口部はないものとする。において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。 問7平屋建て延べ面積120平米高さ5メートルの建築物の構造体力上主要な部分等に関して1木造とするにあたって木造の筋替にたすきがけにするためのケツこみをしたので必要な補強を行った。 建築物に付属する高さ1 2メートルの塀を補強コンクリートブロック像とするにあたって壁の厚さを1 0センチメートルとし控え壁を設けなかった3鉄骨像とするにあたって柱の材料を炭足を落としその柱の脚棒をアンカーボルトにより基礎に金結した4 鉄骨像とするにあたって張り間が 13m 以下であったので鋼材の接合はボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした問い8建築物の構造強度および構造計算に関して 1, 1 構造体力上主要な部分で特に腐食、普及、または、摩損の恐れのあるものには、腐食、普及もしくは無損しにくい材料、または、有効な錆止め、防腐もしくは、摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。2。屋根吹き材、外装材等は、風圧並びに、 地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。4倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は3900ニュートン枚平米未満としてはならない。5 建築基準法第20条第1項第3号に掲げる建築物に設ける屋上から脱出する煙突については国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の振動および衝撃に対して構造体力上安全であることを確かめなければならない。 問い9。建築物の防火区画、防火壁、改壁等に関して。1。3階を診療所、患者の収容施設があるものとした3階建て、延べ面積150平米の建築物、建築基準法施行令第112条第11項に規定する建築物、及び、火災が発生した場合に、 避難所支障のある高さまで、煙、またはガスの効果が生じない建築物ではないものとする。においては、縦穴部分とその他の部分とを間仕切り壁、または所定の防火設備で区画しなければならない。2、防火区画、建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。 を構成すするる床に接する外壁についてはその接する部分を含み幅 90cm 以上の部分を純耐火構造とするか外壁面から 50cm 以上突出した純耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない4木造平屋建て延び面積1500平米の公衆浴場で 準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。五。共同住宅の括弧の改壁、自動スプリンクラー設備等設置部分、その他、防火上支障がないものとして、国土交通大臣が定める部分の改壁ではないものとする。は、準耐火構造とし、 天井が強化天井である場合を除き、小屋裏、または天井裏に達せしめなければならない。問い重。木造2階建て。主要構造部を準対価構造としたもの。延べ面積600平米。各階の床面積300平米。2階の居室の床面積250平米。 の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関して12階の居室の各部分から1階または地上に通ずる直通階段の位置に至る歩行距離は30メートル以下としなければならない3火災が発生した場合に避難所支障のある高さまで 煙またはガスの効果が生じない建築物の部分として天井の高さ壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには排煙設備を設けなくてもよい4居室から地上に通ずる廊下階段その他の通路で最高上有効に直接外気に開放されたものには 非常用の照明装置を設けなくてもよい5敷地内には建築基準法施工令第125条第1項の出口から道または公園広場その他の空地に通ずる福音が1 5メートル以上の通路を設けなければならない問十一。 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関して1主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200平米客席の床面積の合計が100平米の周回上1時間準耐火基準に適合しないものは内装の制限を受ける 主要構造部を準耐火構造とした平屋建て、延べ面積3500平米の旅館。1時間準耐火基準に適合しないものは、内装の制限を受ける。3木造2階建て、延べ面積200平米の事務所兼用住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。 4自動車修理工場の用途に共する部分の壁および天井の室内に面する部分の仕上げは純不燃材料とすることができるお疲れ様でした合格目指して頑張りましょう。